話はあんまりね、始まってない。はい、というわけでも始まってました。はい、ヨーロビジネスのチャンネルです。はい。どうしよう。何ですから、いいの。いや、もうこれ多分続編だと思う。テレビとかでも日本撮りでこんな気分なの。ですね。もう、続きになってきたら、もうなんか1本目の新鮮さがないみたいな。でもさっきの1本目も、はい、上げてると思うんですけど。ああ、なるほど。はい、ちょっと、プロローグみたいな感じですね。あ、なるほどね。はい。はい、なるほど。今回はちょっと本編を入れたいなと思います。何の話でした？いや、実はこの間西口プロレス、ああ、そうですね。まあ、うちのチャンネルでも流させてもらったんですけど、ありがとうございました。いやいや、もちろん。まあ、あれをこう行ったきっかけがまさに今日来てもらった、はい、負けまたこと福さんということで。そうです。もう違うそうじゃないのどっか行ったの。今ちょっと文字編集しやすい。違うそうじゃないはあれですか？あれ芸名、芸名っていうか。いや、僕は勝手に考えて、ちょっと鈴木雅之さんのね、違うそうじゃないとこうかけてやったんですけど、全く巷に広まってない。全く広まってない。西口プロレスの時の武井壮はリングネーム何なんですか？あれは勝又さんですよ。あれ負けまたなんですか？そう、あれ負けまたさんです。武井壮じゃないんですね。じゃないです。あれ勝又さんって言って、もともとはモノマネ王座、はいはい、テレビ出た時に相川翔さんのモノマネをされている相川翔さんとたまたま一緒で、はいはい、楽屋なんですね。でその時に、武井壮で僕見てたんですけど、勝又の方が似てるって言っていただいて、でそこからすごい距離が近くなって、で、通常相川翔さんと勝又さんすごい距離が近くて、確かに、はい、でその二人が西口プロレスに参戦するっていう話で、相川翔さんが相川翔さんのセコンドに付く、はいはいはい、ってなって、で僕もその時一回お呼ばれしたんですけど、結局実現しなくて、で、じゃあもうこの話はなくなったんだなと思ったんですけど、ふとまた勝又さんと相川さんが2回目出るってなった時に、西口プロレス、西口プロレスに僕が出るってなった時に、はいはい、じゃあもう一回ちょっと声かけてみますねって相川翔さんが言っていただいて、で、その勝又さん、相川翔さんの前哨試合で1ヶ月前に、それこそアントニオ小猪木さんと、はい、であと長州小力さんと、タッグで対戦しませんかっていう話になって、だからいきなりデビューがリングデビューして、いきなりメインですね、西口のメインそうに出て、で、そこで小力さんにいただいたリングネームが負けまた、負けまたということで、今負けまたっていうのでちょっと話していくということは、武井壮自体はリングに上がってない、上がってない、あれも勝又さん、そうなんですね、勝又さんならの負け又で出てた、はい、そうなんですか、そういう記者通だったんですか、そうなんです、で、この前は大阪大会があったんで、その時にも小猪木さんと仲良くなったので、小猪木さんがメインでやられるので、そうですね、花田の贈呈どうですかって言われて、ああ、もうぜひぜひっていう流れです。すごいつながりですね、なんか結構つながってますよ、いや、めちゃくちゃつながってますよ、すごいですね、いまだに LINE でもなんかいろんな情報をね、くださったり。なんかそういうのがありがたいなと思いますけどね。めったに、ね、大阪 その試合がないって言ってたので、そうなんですね、しかも、ね、プロレスファンなら誰もが知ってる船木さんも、あれびっくりしましたね、めっちゃでかかった、でかかったですね、でしかもかっこよかったね、肌のツヤとかもめちゃくちゃ50歳、いやもうそれぐらいじゃないですか、そうで、体で50歳すごい、すごかったですね、しかもたまたま僕らの横やったんですか、うん、席は飲み会の時違う、行ったよ、え自分から行っとったよ、たまたま、めっちゃブイブイも俺らそっちの場で、あれなんであの辺のフットワーク食べないって、いやこのチャンスはもうないないもんね、はい、いやあれは感動しましたね、僕らのなんかそのね、飲み会のテーブルの横が歌舞伎さんと、あ、そう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 、船木さんと、だからもう大物が、それはもう偽物じゃなくて本物でしょ、本物ですよって言ったら何かスワッもう僕らそっちの方でスワッ、僕今日プロレス好きやったんで、で、ね、船木さんのハイブリッド立体改造法って知ってる、 はいはい、あの本も自分も大学の時にめっちゃ読んでたから、うわあの船木さんやん、そうですよね、いやあれは感動しました、感動でしたもんね、でもやっぱ船木さん本場の格闘家なんで全く喋らないですよ、旅行行ってね、いや芸能人の方ですけどちょっと何か喋ったらあるかなと思ったんですよ、うんうん壁やった壁でもすごいいい人なんですよ、ね、いい人でしたね、僕も花束こうやって持ってたじゃないですか、僕は本当は小猪木さんに渡す感じでリングだったんですけど、はいはい、
最初に船木さんがバーッと来て、で船木さんあんまり段取り分かってなかったみたいで、なんか俺のとこバーッと来て、なんかこうやってファイティングポーズ、もう一度言って戦う気やったんですか。ちょっとこう天然で入ってらっしゃるような感じだったので、ね、おいや僕じゃないんですけどみたいな。いや確かに、ね、面白い人ですよ、ね、いやね、でもやっぱああいう会場行くとっていろんな人と出会える、そういうのはいいなと思いました。いや確かに、ね、まだでもチャンスがあったら、あのいやぜひ、ね、見る側じゃなくてやっぱりちょっと出たいんですけどね。でその話も前の飲み会の時にしてましたから、ちょっといろいろ実現できるようにまた動いていきたいと思います。もっと機会があればぜひ来たいなと思いますので、はい、お、大丈夫です、はい、5分ですよ、5分、あちょうどいい時間になりましたので、急にまたなんかはいって呼ばれるよりも俺がちゃんとこうパスパスしてなぜみたいな、そういう感じですそういう感じまとめ方下手、これ以上ね回すとまた怒られるんだ。あ、そうか、長いと怒るんですすぐにというわけでまた、はい、次回お会いしましょう。はい、ありがとうございました。いや、いい時間ですね。